憲法を考える第2回ですけども、第1回の時にちょっと言いましたようにですね、まあこれは日本人全体がよく考えなければいけない問題ですが、特にやっぱり私は40歳代のお父さんお母さんがやっぱり考えてほしいんですよね。っていうのは、まあ多くの方が小学校ぐらいのお子さんをお持ちだと思いますが、平和憲法を今考えて自衛隊とか集団的自衛権をどうするかっていうことを決めるっていうことはですね、これからもほとんど50年間決まってしまうでしょうから、やっぱりこの際よく考えた方がいいと思うんですね。で、第2回目は自衛隊も違憲だと言ってくれと、まあ、集団的自衛権ばかりでなくて、まあ、実はかつて自衛隊は違憲だったんですよね。まあ、違憲という人が多かったんですよ、日本で。ところが、まあ、社会党が村山政権の時に政権を取った時ですね、自衛隊は違憲で合法だっていうわけのわかんないことを言い出したわけですね。まあ、違憲で合法だって、まあ、言えないこともないわけです。まあ、憲法は政府が守るもの、法律は国民が守るものということなんで、まあ、だけどまあ法律だって政府が守るわけですけどね。これでまあ社会党が没落して、そしてまあ長い間年月をかけてですね、どうも日本人がそこの中で得た知恵はですね、平和憲法の下でも自衛隊は共存できそうだということになって、まあ自衛隊の方には本当に悪いんですけども、やや自衛隊に控えてもらって、まあ、日本の防衛を頼んできたんですね。私ちょっとここがね、釈然としないんですよ。私が憲法を改正したいという一つの理由はですね、やっぱり命を捧げて国を守ろうとする人って大切なんですよね。その人たちが自衛隊という名前の中でですね、遠慮してやっておられるので、まあ、いつも本当は心の中ではですね、申し訳ないと思ってるわけですね。本当は命を懸けて国を守ってくれるわけですから、まあ、尊敬して堂々としてもらいたいんですが、どうも自衛隊は違憲であるんじゃないかということで、まあ、自衛隊もかなり行動が制限されておりまして遠慮しております。しかし、まあ、大きな意味ではですね、日本流の知恵かもしれないんですね。あのうるさい中国とか韓国ですらですね、日本は平和憲法があるのに自衛隊がいるのはけしからんとは言ってこないわけですよ。でもそれは内政干渉だって言うかもしれませんけれども、内政干渉という点では靖国参拝のことを文句言う方がもうずっとずっと内政干渉ですよね。だって靖国神社っていうのは、まあ、信教の自由をどうするかは別にしてですよ、国のために死んだ人を祀るっていうのは、それはもうどの国でもやってるんですからね。だからそんなことに文句言われたら困るわけで、これは我々の心の問題だから、まあ、外国の人が文句言うことはないわけですよね。永久戦犯とかなんか言うけど、戦犯っていうのはあれアメリカ軍がインチキをしただけのことですから、そんなことはアジア人にとっては関係がないですよね。だけども自衛隊については非難しないんですよ。今まで非難してきたことがないと思いますよね。だからまあやっぱり外国から見てもやっぱり国に自衛権がないっていうのはちょっと極端だと。平和憲法と自衛権の共存っていうのは、まあ、国際的にも認められてるってことでしょうね。まあ、このような状態の中で憲法9条は自衛力を否定してない。つまり国家の存亡が危うくなっても戦わないとは規定してないと解釈をしてきたわけですよ。いや、ちょっとね、無理な解釈かと私は思うんですよ。だって武力を持たないとか言ってるんですから、陸海空軍を持たないって明記してるんですからね。だから、まあ、条文から言えばちょっと無理なんでしょうけども、まあ、憲法の解釈自身も国民が決めるんですから、まあ、それはそれでいいんですよね。つまり、現在は私の考えとも違うんですが、明確に憲法9条は自衛隊を否定してないと。自衛隊は軍隊ですが、自衛隊という名前の軍隊ならいいということで解決済みなんですよね。もっとも日本人が平和憲法を残しといてるのは意味があるかもしれないんですが、それは日本の周りに今のところ中国、北朝鮮、ロシアという交戦国がいるんですよ。機会があれば日本の領土を取ってやろうっていう国があるんですね。韓国もそうですね。まあちょっと油断したら竹島取っちゃったんですからね。だからほんとちょっとした油断だったんですよね。サンフランシスコ平和条約とかそれとごたごたするときにパッと取られましたね。だからまあ危ないことは危ないわけですね。ですから、だけど中国とは北朝鮮とロシアが本当にもう現状で行こうやというふうに決めたら自衛隊もなくなるかもしれません。
しかし現在のように中国が好戦的でですね、まあ南シナ海でも、まあ勝手にどんどん作っていくっていうんじゃ、軍隊は仕方ないと国民は合意してるんだと思うんですね。というのは60年間、これだけ頻繁に選挙があっても、そして選挙の中では、まあそういうものと関係なくない、あんまり争点がない時であってもですね、自民党が支持されてきたわけですよ。もちろん自民党は、自衛隊賛成ですからね。それから現在では民主党や維新なども自衛隊を合憲としているわけですから、まあこれはまあ現実問題としてですね、事実であるのは間違いないんですね。私は自衛隊の人にちゃんとしてもらいたい、誇りを持ってもらいたいので憲法改正したいっていうだけなんですよね。だから、まあ、戦争はダメ、実は戦争はダメと言ってる人にですね、僕は聞いたいんですよ。この前実は聞いたんですけどね、これは社会党の、まあ、非常に、まあ、昔から偉い人なんですけど、その人に戦争はダメって言ってるから、じゃあ軍隊ダメなんですかって聞いたら、はっきりした答えがないんですよ。つまり戦争はダメはもうみんなで合意してるんですね。この前言ったように 99% の人は戦争はダメなんですよ。ただ自衛隊はいいのか悪いのか言ってほしいんですね。戦争がダメは合意できるんですよ。自衛隊がいいのも合意できると思うんですよ。で、今度、まあ今集団的自衛権のことで憲法違反だとか言って大勢の人が反対しておりましてね、まあ、今こうどうなるかやや怪しいぐらいのところに、まあ、なってきてるんですが、それに反対してる人は、まず自衛隊は良いのか悪いのかを明らかにしてほしいんですよ。その次に、アメリカ軍がいいかどうか、これは次に示します。アメリカ軍がいいかどうか示してほしいんですね。まず、その判断が全部で良いとか悪いとかじゃなくて、まずその人の意思を示してくれないとですね、わかんないんですよ。実は、長く社会党の党首をやってきた、まあ、偉い人ってこのさっき言ったんですけど、その人に僕は、その人の講演の時も横でガンガン質問したんですよ。いや、それ、平和が大切だってよくわかりますと。平和を守らなきゃよくわかりますと。ね。だけども、自衛隊は必要なんですか必要じゃないんですか必要じゃありません。あ、そうですか。じゃあ、尖閣諸島、中国が取りに来たら、それはどうぞでよろしいんでしょうかいや、それはまずいんです。相手を説得します。いや、相手説得したって来るじゃないですか。そしたら、来たら相手を説得したって言うんで、それで済むんでしょうか本当にあなたはそれでいいと思ってるんですかって言うと、黙っちゃったんですね。で、講演会の席上で、もう少し私がその時は鋭く追求しましたけどね。講演会の席上で講師の身でありながら、次回来た時に、今のお答えはいたしますと言いましたね。だから、本当に最後まで責任持った大人として言ってるのか、まあ、村山首相みたいに、その時その時の都合のいいことを言って人気取りをしてるのか、ちょっと疑問でしたね。だけども、日本人はやっぱり誠意があって、責任感があって、誇りがあるっていうのが日本人ですから。やっぱり、平和憲法と自衛隊は共存できるというところはまず第一段階として私たちが認めなければいけないことだと思うんですね。まあ、繰り返して言いますけど、私は憲法を改正した方がいいと思うんですが、多くの日本人はやっぱりなんとなく心配だという気持ちがありましてね、やはり平和憲法は残しておきたいということですから、はっきりと平和憲法は残しておくと。しかし自衛隊は存在しないして国を守ってもらいたいと、まあ、こうはっきり言わないとですね、やっぱりちょっと汚いんじゃないかという感じがいたしますね。まあ、まず第2はそのことです。これはまあ我々簡単なことなので、これはまあ一応多くの人に、一応ここは合意ができるんじゃないかと思っております。